各位来宾您好，今天的研讨会即将开始，提醒您记得在场外签到，请将您的手机调整为震动或静音，感谢您的配合。台湾教材研究发展学会会员大会暨 SDGs 教育学永续教育的对话研讨会开幕式。各位现场的贵宾大家好，欢迎莅临台湾教材研究发展学会主办的 SDGs 教育学永续教育的对话研讨会。感谢国立台湾师范大学与国立台北教育大学共同合办。理事长致辞，让我们欢迎郭中龙理事长为我们开场与主持，有请郭理事长。好，各位敬爱的来宾，包括我们的日本来宾小玉明野教授，还有我们敬爱的学长，我的学长啦，永远的大敬爱的学长子超教授，台师大的，还有雍智的雍智我们的日文翻译，还有淑清老师上午，还有我们的今天的很重要的主角西加教授，大家手上都有一本他的大作，我觉得大家可以好好的拜读，我刚刚正在看，也很有收获。还有我们另外一位也是在 SDG 智力提升的这一个我们的淑文教授，当然还有我们的前理事长淑清教授，那我想他待会就会出现。今天是很荣幸来这一个场合，那来主持。那我们早上呢，这也是我们的会员大会，那我们早上的议程，我想大家都有相关的议程，那也简单的讲，我们先让小玉教授来跟我们报告，再来是我们的子超教授，然后就是我们的淑清西加淑文子超教授，那我们请我们最重量级的语坛人子超教授再来跟大家做一些提点，所以我们会请实务的校长们请志哲校长，然后再来正副校长、俊峰校长、文琪副校长，来参与语谈，对于学校怎么样的推动这样的 SDG 来永续落实，提出一个好的解方。那跟各位报告，这就是我们上午身为主持人，我会非常尽力的来让时间准时的开始与结束那首先，我们如果大家没有什么问题那我们就开始早上的一个，先请小玉教授开始。Kotama先生，はじめまして。私く先回示範大学の特別要求、またこの学会の理事長を務めております。覚悟を示します。このセッションの司会の司会の受けたわることとなります。本日を忙しいに中、こう参加いただき、またにありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。好。我是恶补的真的要欢迎一下日本来宾，来我们再请日本来宾好，不好意思，为各位欢迎一下，刚刚是我们郭理事长向小玉明野教授介绍一下，就是说今天的这个研讨会即将开始，那我们接下来是小玉明野教授的专题演讲，那郭理事长也跟他介绍一下，就是说他是国立师范大学，他 也是教育发展协会的理事长，兼今天这一场大会的那个总主持人，这样子，那请那个小玉教授多多指导关照。谢谢郭理事长。接下来我们要进行第一阶段谈永续、永续教育与学习专题演讲，主讲人为日本麻布大学小玉明野教授，讲题为创建永续发展教育 ESD 的课程，日本的中小学事例。小玉教授是以预录好的影片为我们进行演讲，日语翻译
日语翻译，亚洲大学林庸志助理教授，让我们掌声欢迎。皆様こんにちは。この度は台湾教材研究学会にお招きいただき誠にありがとうございました。私は麻布大学生命環境科学部の児玉と申します。専門は学校における環境教育および ESD です。実はこの9月に台湾教育部と台湾環境教育学会にお招きいただき、皆様のとても温かいおもてなしをいただきました。本日もその会でお会いした方々がいらっしゃるかもしれませんが、また一緒に議論できることを心から楽しみにしております。それでは早速発表に移らせていただきます。本日は持続可能な開発のための教育に関する授業の創出という題で、日本の小中学校の事例を紹介しながらお話を進めていきます。本日のアウトラインはここに書いてある通りです。まず一つ目が ESD への理解、二つ目が都市圏と地方圏の事業の事例、そして三つ目は ESD をどのように国内で推進していくかというようなお話をいたします。まず一つ目は ESD をどのように理解するかというお話から始めます。近年の日本の学校では SDGs を活用した教育活動が増えてきています。例えば教科書にも SDGs が紹介されています。また学校内に掲示されていたり、生徒のレポートに使われていたりと、持続可能性という言葉は日常的な会話にも出てくるようになりました。現在 SDGs は学校が住民や企業、NPO と連携した教育活動に取り組む際には、共通言語としての役割を果たしています。ESD はSDGs が広がる前から全国の学校や地域で取り組まれるようになっていました。そもそも ESD とは何でしょうか。これは2002年に国連で決議された地球上の平和、人権、環境、文化などの持続可能性に関わる課題を解決していくためのグローバルな教育です。国連ではユネスコが主導機関となっております。文部科学省では ESD は持続可能な社会の作り手を育むため、現代社会における地球規模の諸課題を自ら関わる問題として主体的に捉え、その解決に向けて考え行動する教育、新たな価値観や行動変容をもたらすための教育と定義しています。各学校では分かりやすく SDGs の実現に貢献する教育と理解されています。日本の ESD は環境教育と総合的な学習の時間の発展ととても深い関係にあります。環境教育が本格的に広がったのは1990年代からです。2017年までに国が計4回の環境教育指導資料を発刊し、多様な教育活動を生み出してきました。2010年代に入ると、環境教育にとって変わるように、ESD が広がり始めました。やはり国が ESD 推進の手引きを3度にわたって刊行し、各学校に急速に普及していきました。しかし、日本の学校教育には環境教育や ESD という科目が設定されているわけではありません。理解しづらいかもしれませんが、多くの学校では2000年に誕生した
総合的な学習の時間という科目の中で取り組まれてきたのです。それでは総合的な学習の時間について説明します。2000年以前は文部科学省が学習指導要領に基づいて各学校に全国一律の教育内容を課し、中央集権的な教育体制を取ってきました。しかし2000年以後、総合的な学習の時間では各学校が地域の実態に応じて独自の教育内容を決めて良いこととなり、全国的に多様な教育活動が展開されることとなりました。各学校では地域の実態に合わせて環境、福祉、情報、国際理解など現代的な課題を扱う授業が増加したので、総合的な学習の時間は中央集権的な教育体制から地方分権的な教育体制に転換するための重要な科目になったわけです。総合的な学習の時間には探究的な学習という学習方法が推奨されています。これは生徒が自ら課題を立て、さまざまな方法で情報を収集し、集まった情報を整理分析し、そこから学んだことをまとめ表現するというスパイラルな学び方です。この学習の時に扱う課題が持続可能な社会の実現に関わる課題です。その課題を地域の人々と共同しながら解決していく、社会に参画していくことを目標としています。このような総合的な学習の時間の中でESD は推進されてきたのです。では、ここからは ESD の具体的な事業の事例を紹介します。一つ目は、首都圏近郊にある小学校と中学校の3つの事例を紹介いたします。もう一つは、東京から離れた山間地にある小中学校の事例です。これらの事例は現在の日本の典型的な ESD の事業事例だと考えています。まず都市圏の学校の事例は近年の気候変動問題と深い関係があります。台湾も同じかと思いますが、この夏の気温は連日40度近く、健康を害する人がたくさん出ました。気温の上昇は局地的な集中豪雨をもたらし、河川の氾濫、土砂崩れ、都市交通の麻痺といった災害を引き起こし、それらは高齢者や病気の人など弱い立場の人たちに襲いかかってきました。その意味でこの20年は自然災害との戦いの連続だったといえます。一つ目の授業は川崎市の小学校の事例です。川崎市は脱炭素の取り組みを始めていますが、この小学校はその戦略の下で教育活動を作り出そうとしています。具体的には、子ども自身が川の生き物調査やゴミの減量、フードバンクの活動などのアイデアを出し合って、地域の商店街と協力して、行動しています。もう一つの授業は千葉県の中学校の事例です。その目的は3つあります。一つ目が気候変動が引き起こす災害を理解する。二つ目が地域で自然災害が発生する原因を理解する。そして三つ目が地域に発生した時の避難行動を考えて実践するというものです。スケールの大きな事業なので、行政機関や地域、専門家など様々な人たちと連携しながら実施してきました。まず専門家がなぜ気候変動が起きてどのような影響があるのか
という環境に関する授業をしました。次の段階では、市役所の職員が学校周辺の地図を提示しながら、災害が発生したらどの場所が危険か、なぜ危険かということをその地形から学習していきました。そして最後に、学校を使って避難所の開設訓練をします。そこでは被災者の気持ちを想像したり、男女の違いに気づいたり、体験を通して学べました。本当に災害が発生したら、中学生は実際に被災者支援や避難所の運営に協力しなければならないので、皆さんとても真剣です。この避難所には、地域に住む多様な大人たちの協力が必要です。中学生の授業ではありますが、参加した住民自身も学びます。つまり、中学校が地域の教育の拠点となっているわけです。次に紹介する長野県の山間地の事例には、人口減少問題が背景にあります。日本は高齢化率が年々高まり、子どもの数も減少しています。そして都市圏では働く世代が集まって人口が膨張し、地方圏は高齢者が取り残されて過疎化が急速に進行しています。近年の山間地の学校での ESD は、この過疎高齢化の問題と深い関係のある教育活動が増加しています。長野県の飯田市にある小学校は、2018年に全校生徒が9人しかいませんでした。とにかく生徒の数が増えないと学校そのものが廃止されるので、ESD のコンセプトで特色のある教育活動を作り出してきました。算数の自由深度学習、地域の自然や文化を生かした学習、プログラミング学習と、都市圏の学校でもやらない最先端の教育活動を積極的に取り入れてきました。現在はその努力が実って18名に増えています。この小学校の場合、持続可能という言葉は、学校が廃止されずに残り続けるという切実な意味として理解されているのです。こちらの中学校は全校生徒の数が約30人でした。この中学校の特色は、約800年の伝統的な舞踊を中学生が継承しているという点です。中学生はこの舞踊を絶やさないために、地域の願いを受けて学校の授業の中で取り組んできたのです。また、荒れた森林の管理も行われています。地域の大人と一緒に下草を刈ったり、木を切ったりして明るい森を作ろうとしています。さらに、一人暮らしの高齢者とも交流したり、10年後の未来をどうするか、大人たちと議論したりする会も定期的に開催されています。この中学校では、持続可能という言葉が、地域存続の危機に関わる問題として理解されているのです。最後に紹介する事例の背景には、日本の若者の社会参画意識の低下という問題があります。右のデータは、若者の社会参画意識を調べた国際的な調査です。ここでは、日本の若者が他の国に比べて社会的な問題を解決したい、政策決定に参加したいという意識が相対的に低いことが明らかになりました。この問題を改善しようとしたのが都市圏の上尾市立東中学校です。この中学校はSDGs の目標 4.7 にあるグローバルシチズンシップエデュケーションという科目を実験的に設置して成功を収めた学校です。
この学校は多様なセクターと連携した生徒中心の参加型学習を試みてまいりました。教師はファシリテーターの役割になって、生徒は自らが実社会と関わりながら、自らをエンパワーメントしていく事業を目指してまいりました。これは2年生の持続可能な社会を目指してという授業の光景です。この写真は生徒がグループごとに課題を立てて、その課題を解決するためにどのような調査をしてどう行動するかを話し合っているところです。授業の中で4つの課題が出されました。ご覧ください。とてもユニークな課題だと思いませんか？生徒はこれらの課題を解決するために企業にメールを出したり、官庁を直接訪問したり、自然保護活動をしている人と直接会ったりして話をしたそうです。3年生では2年生で学んだことを生かして地域政治のあり方を学んでいました。左の写真は市役所の職員を招いて上尾市の現状や課題を学んでいるところです。右の写真は上尾市の予算編成のあり方について議論しています。つまり中学生が市役所の職員に市の予算への要望や問題点を直接伝えているわけです。3年生で身近な地域の政治を学ぶことは生徒の社会参画という点で大変意義のある学習だと思います。2年間、国際的、国内的な課題を学んできたので、地元の自治体の課題が見えやすくなったものと思われます。取り組みの結果、生徒に大きな成長がありました。2015年と比較すると、社会参画の意識が確実に高くなっていて、それは諸外国の平均値を超えるようになりました。このアンケートを見ただけでも、東中学校の ESD は大きな成果を上げたと言えるでしょう。最後は ESD の推進拠点、ユネスコスクールについてお話をいたします。これまで紹介してきたのは、どれもユネスコスクールに加盟する学校です。ユネスコスクールとは、ユネスコの平和、人権、民主主義、環境などの理念を世界中の学校に広げることを目的として、1953年に発足しました。日本はこの学校を ESD の推進拠点としています。ここ10年で加盟校は小学校を中心に1112校まで増加し、毎年の全国大会はすでに11回も開催されてきました。そして2021年から ESD4-2030 の枠組みの下で、さらにESD に取り組む学校や地域を増やしていく予定です。ESD に取り組みたい学校は、ここに書いてある理念と活動に賛同することを条件にユネスコに申請書を書きます。活動が停滞して脱退する学校もある一方で、加盟を希望する学校は現在でも増え続けているようです。このガイドラインで強調されているのは、ネットワーク型の学びを構築すること、総合的な学習の時間を中心とした教育課程を編成すること、学習方法を転換することなどです。この ESD を推進するにあたって、2012年に国立教育政策研究所はESD の理論研究の成果を報告書にまとめました。この報告書では、ESD で学ばせるべき概念を多様性、相互性、
有限性などの6つに整理しています。また、育成すべき能力は、批判的思考能力や未来を予測し計画する能力、多面的、総合的な思考能力など7つに整理して提案しています。全国のユネスコスクールがここで示された概念と能力を参照しつつ ESD を進めています。しかし、この報告書に登場した新しい能力、例えばクリティカルシンキング、システムズシンキングなどは、その育成方法が大変難しく、多くのユネスコスクールでの研究課題となっています。多くのユネスコスクールで採用されているのが ESD カレンダーという教育課程編成の方法です。これはある首都圏の小学校の5年生の教育課程です。中心に総合的な学習の時間が置かれていることが分かりますか？その内容と各教科と内容をどうつなぐかが一目で見える工夫がなされています。表の中の矢印は教育内容のつながりだけでなく、能力育成のつながりも表しています。例えば、国語科や理科で得た知識をどのように総合的な学習の時間に生かしていくかなどがよくわかるようになっています。文部科学省は、この教育課程を公開して、地域の人々が協力して ESD に取り組むことを期待しています。ユネスコスクールの教育活動はとても幅広く、これまで紹介した学校はほんの一部です。最近では SDGs に関連づけて ESD に取り組む学校が増加しています。その目標は多い順に1から5になっています。この結果からどの学校もコミュニティベースで実施されていること、福祉や環境、消費活動を通してESD を実践していることがわかります。コミュニティベースとは、地域の人々と連携しながら取り組む ESD という意味です。右の表にある1、2、3、4、5が学校と連携したセクターを示す資料です。最も多いのが学校の近くに住んでいる協力者です。ESD は学校だけの努力で進められているわけではありません。国が策定した実施計画の下で推進されています。左側が2021年に公表された ESD 国内実施計画の優先行動分野です。政策推進、学習環境の改革、ユースのエンパワーメント、教育者の能力構築、地方レベルでの活動の推進、ということが重要だと書かれています。右側が ESD 円卓会議の委員構成です。文部科学省と環境省が原案を提案し、多様な立場の委員が議論しつつ、最終段階では国民のパブリックコメントも取り入れて策定されました。3年前に合計3回開催されましたが、特にSDGs との関係を強化すること、ジェンダー平等の問題、ネットワーク構築の問題などが議論されました。私もこの円卓会議の委員を務めました。さらに ESD を推進するためのネットワーク組織も整備されてきました。国は2016年にESD 活動支援全国センター1カ所と地方センター8カ所を開設しました。さらに各地方センターの下で145の ESD 推進拠点があります。これは基本的にボトムアップ型のネットワークで ESD に取り組む地域や団体を支援し、
次世代の人材を育成していこうという目的で設置されています。その結果、地域の実態に応じた個性的な ESD が展開されるようになりました。活発に取り組む拠点もあれば、停滞する拠点もあって、課題はたくさんあります。しかし、この仕組みは少なくとも2030年までは継続されていくと思います。ここまで ESD の事業の事例や、それを推進するための仕組みを説明してまいりました。ESD は今後とも一層重要な教育活動として学校や地域に広がっていくでしょう。未来を子どもの目で見るとどういうことになるのでしょう。現在の13歳は SDGs 最終年の2030年になると20歳になり、2040年には30歳になります。つまり未来の中核的な世代として社会をリードしていくはずです。一方、世界の状況を見るとどうなっているでしょう。2030年で SDGs の達成度が検証されます。果たしてどこまで目標を達成できるのでしょうか。おそらく気候変動にかかる目標は達成がなかなかに難しく、食料、戦争、貧困などの問題が残されるのではないでしょうか。つまり17目標の解決ではなくて、これらの問題をどこまで緩和し抑制できるか、これが未来の子どもらの課題になるのだと思います。これからは地域の多様なステークホルダーと共同で問題を解決し、気候変動が常態化した社会の中でどのように新たな価値を作り出していくのかがとても重要になってくると思います。 ESD はこれらの課題に立ち向かい、大人と子どもが共同してより良い未来を創造していく、とても意義のある挑戦だと思っています。ご清聴ありがとうございました。今後とも日台両国が友好的な交流を深める中で、双方の学校教育が発展することをお祈りして、終わりの言葉とさせていただきます。ありがとうございました。児玉先生、本当に企業の時間をつけていただき、またどうにありがとうございました。来，那我们请语台人那个对不是我们是为了要感谢哈科达曼先生，好，来，好，谢谢。来，我们请那个语台人张子章，拜拜，谢谢啊，谢谢主席哈，他这么辛苦的用日文害我这个刚不知道该怎么办这样。嘿，我跟小玉教授说我九月有跟他一起喝咖啡，他可能忘了这样。嘿，この下に言うと、9月の子供先生と一緒にコーヒーを飲みながら簡単しましたことを述べています。刚好我们在9月的时候有邀请日本几位学者过来，那当时也把这个当作是重点主题，那小玉也是当时，小玉教授是当时的一个重要主讲者。我记得在回日本前一天，我们在台大有一附近在一起就喝了咖啡这样哈。はい、本当に9月に台湾にお見えるときに、台湾大学の近くに一緒にコーヒーを飲みながら歓談しました。そうでした、そうでした。小林老师，想到了。好啊，谢谢郑老师，谢谢。好，谢谢大家哈，今天这么多人来啊，这个确实我想主办单位应该觉得很高兴哈。那其实我个人也会觉得，
很应该这样说，就我看得到台湾的老师们对于永续发展教育这件事情的关切，所以其实蛮感动的这样。好，那我负责，哎，我需要停吗？不用嘛，好，我不用停嘛。OK， 我对他们就不用停，我不好。OK， 好，哎，所以我被讲的是说，这引言是等一下还是以小玉教授当作重点，因为他刚所讲的内容。有没有我们可以这时候可以做一些互动这样。好，那其实他报告内容很精简，那因为小玉本身的经验过去是中小学老师，所以他其实这里报道了很多中小学在国外是在日本是怎么进行的。所以如果各位对于小玉教授刚讲的内容有没有希望他再补充或者有问题要问的，我想用这当优先好不好。好，有没有呢？哎，来，请。今質問です。谢谢分享。那我想知道的是，就是刚刚提到课程有一些学校持续的进行，有一些已经停滞了。我想要知道停滞的原因是什么原因？はい、因为真日本不懂。来，请。はい、小玉先生に現在の現場の参加者による質問なんですけども、聞こえますでしょうね。はい、もうちょい大きな声でお願いできますか。私ですか。はい、そうです、はい、もう少し大きな声で、はい、さっき あの 参加者による質問ですが、で先ほど先生はですね、パワーポイントの中で指摘された、推進センター、あるいは140号の推進拠点、あるいは学校はですね、ESD の推進は停滞しているということになりますけれども、その理由に関してはなぜですかって、もうちょっと教えていただけますか。あ、はい、停滞しているところもあれば、活発に活動している地域や学校もあります、はい、で停滞している理由はですね、2つくらい考えられます。1つは、教員側の問題で、ESD があまりにも幅広い、内容を扱うことでどのように取り組んでいいのか分からなくなるということが1つです、はいはい、先に通訳しますね、はい、あ、じゃあまずお願いします。はい、回答老师的提问。那么小玉教授认为，就是说呢，那个有积极推动的社区或者是学校，也有停滞的。那么停滞的话呢，主要可以从两个地方来看。那他首先提到第一个就是说老师的部分，就是说教师，因为这个 ESD 的议题太过广泛了，所以说老师应该要如何推动的话呢，他会感到困扰，这是第一点。はい、どうぞ。もう少し付け加えますと、日本の教員は、教科書を使った授業は、とても得意としており、授業の質もとても高いと思います。しかし、総合的な学習の時間、つまり ESD は教科書がありません。ですから自分で、教材を作ったり、フィールドを見つけたり、人を招いたりしなければいけません。そこが、大学からの教員要請の問題としても、そこもネックになって、ESD になかなか取り組みづらいということになっていると思います。好，那么第二点呢，就是大概大家也都知道，那么日本的老师在教学当中相当依赖课本教科书，也就是说呢，他们大部分都是根据教科书里面的内容而教。那么刚刚好这个 ESD 的议题被放置在那个日本的那个他们称为综合学习时间，在我们台湾就是综合活动嘛。那这样子一个课程里面是没有教科书的，也就是说没有 ESD 的教科书，所以老师必须要自制教材来教，自己编课程，自己做教材。所以这个问题其实也是跟那个大学端那个师资培育端的那个如何培育师资的问题是连结的。もう一つの理由は、
先生方の教員の、人事異動です、うん、日本の学校は私立の学校と公立の学校があります。で、公立の学校の場合は、教員が、一つの学校で働ける期間が約6年から7年になります。そうすると ESD は長期にわたって、継続していかないとなかなか根付いていかないんですけれども、メンバーが変わってしまうと、途中で、その停滞してしまうということになります。ところが私立の場合はほぼ、教員は変わらないので、むしろ私立の学校で ESD をするところは比較的、長期にわたって、取り組んでいるのかもしれません。はい、はい、以上、はい、お願いします。はい、那么第三点哦，他提到就是说，大家也都知道日本有那个中学老师的那个定期调动制度嘛。哦，那么公立学校的话呢，小玉老师说大概是六年到七年就会调动，所以说 ESD 这个方案成立以来哦，其实可能老师一开始的老师已经调动过了，也就是说呢，在公立的那个中小学里面哦，老师在规划这个 ESD 这个长期性的方案的时候呢，可能会因为它的调动而必须换人做，所以说会让这个 ESD 在那个人事异动的时候会产生一些停滞的现象。那么小玉老师刚刚提到说私立的学校的老师就比较没有这个问题，比如说私立老师因为一直都在那个学校嘛，所以说从 ESD 这个政策开始来的时候呢，他比较可以做一些长期的规划。以上就是小ですから、あ、どうぞどうぞ、はい、大丈夫です、いいですか、はい、どうぞです、ですから、特に日本の、山間地、離島、のような地方の方が、あ、地方では、学校の先生よりも、地域の住民が総合的な学習の時間に大きく関わって、その ESD の実質上の担い手になるようなケースがこれからすごく想定されます。特にそこに、NPO とか、専門家が入って、サポートするという事例も少しずつ増えているので、ESD を進めていくと、その地域の、担い手の責任、地域の住民の意欲、それから、継続する体制、システムですね、そういうことの充実がこれから非常に求められるようになってくるんじゃないのかと。で、その意味で、今日の話の後半でお話しした、ESD の推進拠点ですね、そういうところの、意味が重要性がもっとクローズアップされてくるのかなというふうに考えています。はい、以上です。谢谢。好，那小雨老师再补充一下哈，也就是说呢，那个 ESD 哈，在比如说在山区的学校哈，或者离岛学校哈，因为老师也会异动嘛哈，那大家都知道偏乡的老师走了就走了，对不对哈？那事实上，这现在日本状况是，反而是社区的居民哦，对于这个 ESD 的那个从事哦，跟参加的意愿是比较高的。好，那也就是说呢，在很多案例都可以发现哦，日本的案例发现说，社区的居民、社区的 NPO 组织哈，还有说有一些专家会进来协助哈，让这个那个 ESD 哦，在社区能够生根，好，然后呢，提高他们的社区居民的意愿呐。所以未来就是说，刚刚有提到说，社区有一些社区那个 ESD 推动据点嘛，哦，那未来的课题上就是说，如果在那个据点哈打造哈，让社区的居民哈能够有意愿哈，能够继续的持续去进行 ESD 啊，哈，这个是小雨老师认为说未来发展上的重点。好，谢谢哈。我们问一个问题，小雨老师讲了快十分钟这样，哎，你就知道日本学者他对事情的这个执着这样哈。不过我倒觉得他有一点谈得蛮好的是，他有特别提到社区的这个结合，但我觉得在台湾感觉社区结合比较没有那么的主动积极哈。他特别提到也很特别，
我们都在台湾问都问说校长，哎，他讲是老师，哎，这蛮特别的哈，在台湾讲说，哎，都是校长，校长会调职，所以就停了。哎，日本讲是老师调职停的这样哈，所以感觉起来这个重点也蛮特别的。在台湾，我记得我们每次在讨论学校推什么教育，大家都讲说，那校长会不会校长怎么看哈？哎，可是你们觉得他很特别，他告诉我们是，哎，老师怎么？是老师扮演角色，我觉得这倒是我们可以再有机会再聊一聊这样。好，我看几个校长的笑这样，在台湾，哎，好，来建荣校长，嗯，来，高教授刚刚要问的问题，也是我刚刚一直想要请教那个小玉老师的问题，就是，我们之前跟日本实验岛在交流的时候，他们的校长大概任期是2年到3年，就要换一个学校了，啊，那对于这样的一个政策推动，欸，是不是会有一些困难，哦，那你刚刚提到的日本的这些困难的情形，我觉得，第一点第二点在台湾也同样发生，哦，就是，议题太广，老师没有办法，啊，推动，还有就是教科书，啊，因为大家都很依赖教科书，但是它没有永续教科书，啊，所以这个在台湾也是一样的发生，啊，那针对这个部分啊，就是，日本政府对于永续发展教育这个部分，在政策上有没有什么，有利的一个方案，可以让，等于说在这个政策上的执行上，透过，一些有利的方案跟制度，能够让永续发展教育，啊，如果我们觉得它是非常重要的，啊，对于，下个世代来讲，啊，那他，日本政府有没有什么样的做法可以来突破这些困难？好，好，以上，谢谢。はい、2点目の質問ですけども、先にも台湾のファンの話を申し上げますので、で台湾ではですね、校長先生の任期はやっぱり2年から3、いや、この前ですね、オルタナティブスクールの交流の中ですね、日本の校長先生の任期は2年から3年となりますけれども、で本当に校長先生がですね、学校内部にESD を推進する場合のにあたってはですね、やっぱり混乱性がですねあるんじゃないですか。で実は先ほどの先生に指摘された何点もありますけれども、その中の1つ目と2番目は本当にもう台湾もそのように直面しています。でそこで私の質問はですね、仮にですね、ESD が次世代ではですね、にとっては重要なものだと、課題だと考えたされればですね、日本政府がですね、つまり国がですね、政策上にはあってはですね、有利的なものがありますか。例えばプロジェクトとか、あるいは新たな政党作りとかですね、そういうものがございますか。推進のために国の制度。はい、あと5分間です。はい、まずですね、日本の学習指導要領、コースオブスタディっていうのがありまして、現在施行されている学習指導要領の中には、この ESD の考え方が大幅に取り入れられています。そこでまず制度的な担保があるということが一つですね。それからもう一つは、日本政府が現在 SDGs の実施方針というものを立てていて、企業、それから行政、民間団体、幅広くその SDGs をどう達成していくかというような方針で議論することができるようにはなっています。ですから、それから国内実施計画、さっき紹介した国内実施計画という環境省と文科省が策定した計画がありますので、それを一つ基盤となって進めているということがあります。でもう一つはユネスコ国内委員会っていう、全国国内にですね、たくさんのユネスコの組織があるんですけれども、ESD の基盤をもう少し強化しようということで、地域のユネスコ協会もその学校の取り組みの中に入って、推進していこうというような動きもございます。はい、以上です。
好，他回答了四点哈，就是说日本也有一些政策来推动哈。首先第一个最重要的就是说，在课程标准里面哈，已经把那个 ESD 的那个事项已经写到了课程标准里面，这个也变成学校的那个实施的一个规范那个指引。第二个，它有 SDGs 的实施方针哦，它会检视，就是说呢，企业啦哈，然后呢，政府部门啦哈，还有民间团体哈，有没有去认真的去做，有没有达成那个 SDGs 里面的实施方针里面的一些要点哈，这是第二项。第三项的话，它有推动那个叫做国内实施计划，这个是永不科学省哈所那个就是发布的哈，所以说有在教育上面有在做。那么第四个来讲的话呢，在 UNESCO 在日本其实有它 UNESCO 的国内委员会，那么国内委员会里面它有 UNESCO 还有在日本有很多的旗下的组织，那么在推动 ESD 上面的话呢，它就会跟社区结合，然后呢由社区的力量然后进入学校去入校去推动，大概有这个四点。好，非常谢谢，替我跟小雨老师。谢谢，因为时间，我们时间是到五十分了，刚刚好。